いよいよ KIS も液体のスパイスを製造し販売することになりました。皆さんこんにちは。株式会社 KIS スパイス社長飯野です。今回の業務用動画編では新発売の液体のソーススパイスホットチリマイルドを使って美味しく簡単にできるマイルドな辛味のチリソースなお惣菜お弁当をご提案してまいります。ホットチリマイルドの簡単な商品説明をさせていただきます。トマトケチャップとタイ料理に使うスイートチリソースのちょうど中間のような商品で、辛味が強いものが苦手な方でも美味しく食べられます。洋食はもちろん中華、韓国、エスニック料理など様々なシーンで使えます。また粗切り唐辛子、塩漬け唐辛子ペースト、濃厚なトマトペースト、これが絡み合い唐辛子の香りが引き立つように作りました。旨味、甘味、酸味の中にほんのり辛みを感じるソーススパイスです。そして 400g 入りのキャップ付きのスタンドパウチ容器ですので、使いやすく多すぎず少なすぎずちょうど良いサイズ感です。今回のメニューのご案内をさせていただきます。たっぷり野菜のマイルドチリなビビンバです。また、塩動画でですね、ホットチリマイルドを使っておすすめの、お惣菜の塩動画も流していきたいと思います。今回は当社開発チームが簡単美味しいにこだわって作りました。それでは早速行きましょう。レッドスパイスキングダム。はい、今日の KIS の開発をやってくれる、KIS のトップフレーバーリスト田部ちゃんを紹介します。どうぞ。こんにちは、KIS 開発担当の田村です。今日はいろいろ作りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。たっぷり野菜のマイルドチリなビビンバ丼、材料説明をタムちゃんお願いします。はい、それでは材料の説明をさせていただきます。はい、6人前になるんですが、ビビンバ丼用のまずこちらですね、ご飯の方に使うお米が 750g、はい、お水の方が 900g、はい、ご飯もですね、炊き上がったところ味付け用に KIS ホットチリマイルドが 120g、はいはい。それでは、ビビンバ用ナムルの具材の説明をさせていただきます。はい、まずこちらの方、人参の方が 180g、はい、ゼンマイの方が 180g、はい、でほうれん草の方が 420g、はい、豚ロースが 300g、はい、そしてこちらの具材の味付けに使うナムルの素が 108g、はい、でほうれん草の方ですね、最後味付けした後にちょっと適量でかける白ごまの方が適量です。はい、で、別添でつけます KIS ホットチリマイルドの方が、60g になります。できました。はい、社長できま
ましたか。たっぷり野菜のマイルドチリーなビビンバ丼でございます。それでは行きましょう。せーの、実食。じゃあこれまずちょっと、こっちにもね、そうですね、まずはご飯だけ食べていただいて、はい、まあ、簡単な調理手順なんですけど、こちらの方は、他のやつではオムライスをやってチキンライスを炊いたんですけど、こちらのこちら用、あ、こちらあのビビンバ用のご飯の方は炊き込まずに、炊いた後に混ぜます。で、理由としては、うん、炊いた後に混ぜた方が酸味とか辛みが出てすごく美味しくなります。ちょっとこの付け合わせのソース、あ、落とし入れソースにつけて食べます。うん、あ、なるほど、おいホットチリマイルド、味変になってすごくいいですね、うん、これは通常ビビンバだと、はい、豆板醤のソースとかで伸ばすじゃないですか、はい、赤いとこね、ご飯、そうですね、これタムちゃんもそのホットチリマイルドにして、はい、まあ、なんか違いというか、はい、良さみたいになりますか。そうですね、普通に今こちらとかなんですけど、うん、こちらとかって結構味が強くって粘度なんかも高いのでなかなかこう全体に混ぜづらいとか味がすごく濃すぎちゃったりするんですけど、うん、このホットチリマイルドはさらっとしていて、うん、まあ、程よい酸味と辛みがあるので混ぜやすく全体にこう味がなりやすいので、うん、すごくヘルシーな女性に食べやすさが出てると思います、うん、そうですね、なんかこうさらっと入ってくる感じがして、本当食べやすいんで誰でもいけちゃう感じですね、はいはい、これも絶対美味しいです。皆さんぜひお試しください。